よさこい祭りを前に演舞場の一つとなっている高知大学で踊り子に贈られるメダルの製作が行われています。メダル作りに取り組んでいるのは高知大学教育学部附属特別支援学校高等部の生徒たちです。高知大学は去年に引き続き演舞場になっていて、今年は去年の倍、400個のメダルを作っています。生徒たちは木材をカットしたり、首にかけるリボンを切ったりと思いを込めてメダルを作っていました。表には大学設立75周年を記念した文字と鳴子が、裏には踊り子や針前橋が描かれています。学生たちが考えた26の案から選ばれました。楽しい、頑張ります。附属特別支援学校がこういうのを作ったか嬉しいなっていう気持ちで受け取ってくれるといいなと思ってます。